16大国の一つであるアンガ国アンガ国は古代インドの国名。首都はチャンパーである。他にアッサプラやバドリカーなどの都市を用していた。古くはアタルバベーダにマガダ国やガンダーラ国と共に名が挙げられている。仏教やジャイナ教の文献にも登場し、初期仏教の聖典アングッタラニカーヤの中では16大国の一つに、 数えられ、紀元前6世紀頃にも栄えていたことが伺える。プラーナ文献においても、ハリンガ国などとともに、国名として言及されている。マハーバーラタにおいては、アンガ国は、バンガ国と連合して一つの国を形成していた、とされる。マハーバーラタに述べられる限りでは、アンガ国は、現在のビハール州バーガルプルや、ムンゲールを中心とした地域から、 西ベンガル州の東部まで広がっており、後にはベンガル地方全体を支配下に置いた。南西はチャンダン川を境にマガダ国と接し、北西はコーシー川付近を境にバッチ国と接していた。東はカターサリットサーガラによると海辺の町ビタンカップールを用意していたとされるので、最盛期にはベンガル湾まで勢力を伸ばしていたと考えられる。首都チャンパーは、 マハーバーラタなどによると、チャンダン川とガンジス川との合流点に位置していたと、されるので、現在のバーガルプルに近い地域にあったと、考えられている。現在でも、バーガルプル近辺には、チャンパーながら、村や、チャンパープラ村が存在する。ジャイナ教の文献によると、アンガ国の部族は、インドアーリア人であった。しかし、マハーバーラタやダルマシャストラ文献によると、 アンガの人々は野蛮人とみなされる無礼茶の子孫であるとされる。アンガ国の首都チャンパーは、仏典、ディーガニカーヤによると、当時の6大都市のうちの一つに数えられ、交易や商業が大変盛んであったとされる。港を通じての海上交易も行われ、政治的にもベトナムのチャンパ王国などに影響があったと考えられている。ありがとうございます。